うわーやばいやばい危ない危ない危ない。閉じまして、カチャン、危ない、うわー、あー、スズメバチをこうやって入り口につけといたら空き巣も絶対入ってきませんからね。番犬ならぬ番スズメバチを、これセキュリティ万全じゃない。皆さん、とんでもないことが起きました。今朝起きて歯磨きして、あの裏口の蜂の巣見てたんですよ、スズメバチの巣。そしたらね、なんかあの中戻ってきたらね、一匹足についててね、なんと刺されてしまいました。あ、この子羽化不全かな、なんかほら羽がないよ。だから飛んできて刺されたというよりは、これ足元におったんだわ。サンダルでおったからさ、なんかサンダルから登ってきたんだね。それで分かるかな、ここめっちゃ赤くなってますね。ここを刺されたの、もうめちゃくちゃ痛い。でスズメバチに刺された時の対処法なんですけど、こういう器具を使って毒を吸い出します。この、ここの口の形は、なんか何種類かあるんですけど、なんか適当に合いそうなやつを選んで、合わせます。で、こうやって押し付けますね。えい！で、押し付けたら、これ、ここのピストンを、これを引くんじゃなくて、押すの。そう、引いちゃダメ。押すの。こうやってると、中から毒が吸い出されてきます。吸い出されてってます。めっちゃ吸い付くね。どうかな？毒出てきた？ちょっとごめんね、足の毛汚くてね。あの、メンズクリアから案件来たら、と足の脱毛行こうと思ってたんやけども。えい。大丈夫かな、これで。俺一応、蜂毒アレルギーなんですよ。一昨年ぐらいに、オオスズメバチに刺されて、まあ死にそうになったんですけども、まあ、黄色スズメバチにね、その後何回か刺されて、正直ね、なんともならなかったんで、多分大丈夫だと思うんですけど、万一の可能性があるからね。もし何かあったら、ちょっとね、カメラマンに救急車呼んでもらいます。さあ、出てきたかな？吸えてきたかな？どうかな？みんな。えい。うわ、なんか血みたいなのが出てきた。やばいね。ちょっと舐めてみるか。あ、ちょっと苦いね。ちょっと今歯磨き粉の足と混ざってね、ちょっと味分かりにくいですけど、なんか苦いぞ。毒出てる、毒出てる。こうやって毒を吸い出すと、後の腫れが少しマシになります。で、体の中に流通する毒の量も減りますから、症状も軽くなるわけね。そう、このポイズンリムーバー必需品です。一応エピペンも持ってるんですけど、エピペンはもう本当に具合が悪くて、あの死にそうになった時ですね。てかマジでマジいぞ。今ここのなんか毒液らしきものを指に取ってペロンってやったんですけど、クソ逃げ。これ毒だわ。ちゃんと毒吸い出されてんの。こうピストンをこう押すと反発で戻るでしょ。こう反発で戻る時に吸い出されるんだね。押して反発力で吸い出すのね。なるほど、よくできている。この子見て。この子羽がないんすよね。後ろ羽しかない、前羽がない子なの。多分羽化不全やと思うんやけども、これ多分下に落ちとったんだろうね。巣の下に落ちとって。それで俺気づかずに、この子が俺のサンダルからこうバーっと足のところに登ってきたんだろうね。で、ここでこの椅子に座って、まあ歯磨きながら今アンツやろうとしたんやけども、なんかこう足組んだ時とかになんか刺激与えてやって、それでびっくりして刺しちゃったんでしょうね。この子解放して巣に返してあげようかなと思ったけど、羽ないからな。しょうがないな、お前は。しょうがない。俺が面倒見てやるよ。おーちゃんさん、寛大なんだよね。自分のこと刺してきた蜂も、もう許しますから。悪気はないから、蜂は。蜂はね、ただびっくりして刺しただけで、ほんと悪気はないからね。俺は許してあげるよ。しかもこの子は、私が飼ってる巣の子だから。ね。うちのペットですから、俺はね、ペットでみんな、例えば犬飼ってる人がね、ペットの犬に噛まれたからって、その犬殺さないですよね。そういうことですよ。いやー、マジで、朝っぱらがついてねえわ、ほんまに。苦い。苦いってことは、ちゃんと毒が出てるってこと。もういいかな、多分大丈夫だろう。救急車とか、多分呼ばんでいいわ。病院とか行かんでいいわ。あれね、オオスズメバチに刺された時は、アレルギー症状もあるけど、多分毒の量が多いからね。それで症状出ちゃったと思う。アレルギー体質って言ってもさ、やっぱり人によって差があって、スズメバチは毒の量で症状の重さ変わってくると思うんですよ。アレルギー、多分軽めなんでしょうね。だから、オオスズメバチぐらいね、いっぱい毒が一気に入らないと、多分症状がね、なかなか出てこないと。まあ、ちょっと痒くなってきたりとか、めまいがしてきたりしたら、ちょっと救急車呼びますけども、ほんと危ない。マジで、今ガチで刺されたからね。刺されとるところをマジで、カメラに映しちゃよかったなぁ。おっさにね、撮ったんで、カメラに映すの忘れましたけども、ほんととんでもないよ。そう、さっきこの辺に立ってたんです。歯磨きしながらね、あそこの蜂の巣見てたんすよ。そしたら多分この辺におった子が、俺のサンダルからこうね、ズボンの巣登ってきて、ジクってやったんだろうね。
みんな蜂の巣も危ないね。家でスズメバチの巣飼うの危ないな。羽化不全とか弱った子が地面に落ちとってそれ踏んづけちゃったりとか、なんか足登ってきて刺されたりとか、そういうアクシデントの可能性がありますね。元気な働き蜂が飛んできて攻撃されるだけじゃないんですよね。本当東大元暮らしですよね。足元注意だ。家でスズメバチの巣放し飼いにしてる人はね、マジで足元注意です。ぼっと歯磨きしながらね眺めてたもんですから足元全然見てなかったわけよ。ほんと危ないね。みんなも足元注意だ。東大元暮らし、とんでもないね。朝っぱらから。でもおかげで目覚めたよ。寝ぼけながら歯磨いとったから。あ、ちなみにこれね、歯の間の汚れとか結構取れるやつね。普通の歯ブラシでシャシャシャって磨いた後にこれでね、やると結構歯が綺麗になるんですよ。あ、ほんまやられたわ。あ、でもね、一つこれで学びました。一個成長した。スズメバチをさ、放し飼いするときは、頭上だけじゃなくて足元も注意せないかん。みんなも気をつけてね。で、刺されてからもう10分ぐらい経ったんですけど、特にね、なんか刺されたとこがズキズキ痛むだけで、具合悪くなったりとかないんで、もう多分大丈夫だと思います。やっぱりオオスズメバチぐらいの毒の量が入らないかんのか、あるいはオオスズメバチの毒じゃないとアレルギー症状が出ないのか、マンダラトキシンってやつ。あれが入らないと症状が出ないか、まあわかんないんですけども、まあとりあえず無事に住んでよかったね。スズメバチを吸う人はもう絶対これ持っといた方がいい。ポイズンリムーバー。これがあると刺された時だいぶはかどるから、落ち着いて対処すればいいからね。刺されてすぐに死ぬようなもんじゃないからさ。あ、でもまあ確かに言われてみればちょっと背中とか痒い。少しだけ痒いね。だから一応キイロスズメバチの毒も少しアレルギーあるのかな。痒いは痒いけど、でもそれだけだね。確か前に刺された時もそうやった。なんか、やたら痒いけども、なんか意識を失ったりとか、そんな感じじゃなかったね。蜂毒アレルギーってほんと怖いからね。刺されてから3時間ぐらい経過しまして、ポイズンリムーバーで毒吸ったせいか全然腫れてきません。でもその代わり、めちゃくちゃ痒い。なんかやっぱりアレルギー体質なんだろうね。ちょっと軽いアレルギー症状が出てるっぽくて、今ね、この足がめっちゃ痒いです。なので、ちょっとこれ塗ってみます。液体無比。無比ってスズメバチ刺されにも効くのかな。蚊に刺された時とかよくね無比塗るんですけど、スズメバチの毒にも効くのかね。これ、あー、あんまりかゆみが落ち着く感じがしないね。やっぱ無比ダメか。普通に痛いもんな。ちょっと染みて、この傷口に染みて痛いですね。いや無比効かんかもしれん。やっぱりね、まだ刺されたとこちょっと痛いですね。ズキンズキンズキンって感じで。まあでもね、ポイズンリムーバーで最初に毒吸ったおかげで、だいぶ軽症ですね、今回。幸いにも。はい、ここで買ってあげまーす。ゼリーを舐め。おー、舐めてる舐めてる。どうしたんやろうね、この羽。羽化不全かな。なんかちゃんと羽が伸びきってない感じがするね。羽化がうまくいかんかったんだろうな。かわいそうに。スズメバチの働き蜂って、幼虫の吐き戻し液を飲まないと長生きできないんですよね。だからあんまり長くは生きられないと思いますけど、まあ残り少ない余生をここで過ごしてもらいましょう。飛べないんで、飛びかかってこないんで、ある意味安心ですよね。こうやってケースに閉じ込めといたら、知らない間に足に取り付いてって刺されるなんてこともありませんからね。これで一安心だ。スズメバチに刺されて12時間ほど経過しました。今刺された後はこんな感じ。思ったよりも腫れませんね。本当だったらね、もっとボンボンに腫れるはずなんですけど、ちょっとしか腫れてませんね。なんかちょっと皮が突っ張っとるかなぐらいの腫れ具合。多分最初にポイズンリムーバーである程度毒が除去できていたんでしょうね。だから初動でポイズンリムーバー使うの大事ってことよ。刺されてから5、6時間ぐらいはズキズキとした痛みがあったんですけど、もう今は全然痛くありません。ちょっと腫れが残っとるぐらい。大したことなさそうでよかったわ。でも蜂毒アレルギー持ってる人はスズメバチに刺されたらマジですぐに病院行った方がいいと思います。私これまでスズメバチの巣を飼育容器で飼ってて、それでお世話してるとね、たまに刺されるんですよ。お世話してる時に黄色スズメバチに刺されて、それで結局何もなかったものですから、もう今回も大丈夫だろうと思って病院行かなかったんですけども、皆さんは刺されたら行った方がいいと思う。刺されてから丸1日ほぼ24時間経過しました。私も私を刺したハチさんも元気です。ほらゼリー舐めてるでしょ。ゼリー美味しいね。なんか刺された後がボッコボコになってますけど、痛みも腫れも完全に引きました。まあ、これもほっといたら消えるでしょう。おはようございます。なんか昨日に比べて外皮の様子が変わりましたね。今もまだ外皮の隠しを続けてるみたいです。足元注意しよう。スズメバチ落ちるかもしれんか。あ、落ちてる。死んでる。あ、生きてるわ。危ない危ない。そう、こういうのよ。昨日多分こういう状態でおったよ、あの子は。
で私サンダルなんですよ。サンダルもよくない、危ないよね。でサンダルで行って多分このサンダルからこうチツって登ってきたんですよね。この子は寿命が来た働き蜂かな。スズメバチの放し飼い危ないな。正直巣についてる蜂は言うほどなんですけど、巣の真下にこうやって弱った蜂が落ちてることがあるんですよね。こういうのが足についてしまうと危険ですから、スズメバチを巣放し飼いしてる人はマジで気をつけて。